皆さんこんにちは、パーソナルトレーナーの福田です。今回はですね、バランスボールを使って簡単な有酸素トレーニングをしていきたいと思います。まずは初級編から、チャレンジしていきたいと思いますので、ぜひとも家にバランスボール、あるという方はバランスボール出してきてもらってチャレンジしてみてください。はい、ではまずはバランスボールの上に乗るところからスタートしていきます。足幅は肩幅程度に開いてバランスボールの上に座ります。でまずは上下にしっかりと動きながら体を温めていきます。この時に目線は正面、お腹はしっかり締めていただいてバウンドするように動いていきましょう。このバランスボール有酸素トレーニングはテレビを見ながらでもできますので、ぜひともテレビを見ながらであったりとかリラックスしながら行ってみてください。はい、では少し休憩を挟みます。休憩中は動き続けてもいいですし、動かなくても大丈夫です。有酸素トレーニングになるので、できるだけいける方は動き続ける意識で行ってみてください。では次は胸の前に手を組んで行っていきます。できるだけ上にバウンドするようにして胸の前に手を組んで行っていきましょう。呼吸はしっかりと自然の呼吸を心がけていきます。で疲れてくると、手の位置が下がってくるので、できるだけ胸の前に手を置きながら行ってみてください。はい、OK です。では少し休憩を挟みます。はい、では次は頭の後ろで手を組んで行っていきます。先ほどよりも肩を上げなくてはいけないので強度が上がります。しっかり胸を開いて手は頭の後ろに回してください。で背筋をしっかりと伸ばしながら行っていきましょう。なかなか普段から胸を張る習慣がない方は、このトレーニングをしっかりと行ってみてください。胸が閉じないようにしっかり胸を張って、肘は外に広げるように行ってみてください。はい、OK です。では少し休憩します。はい、バランスボールのいいところは、簡単に乗るだけで、体幹トレーニングになるところなので、しっかりとですね、バランスボールの上に乗る感覚を身につけていきましょう。では次は手を上に伸ばして行っていきます。さまざまな姿勢でバランスボールの上で動いていきます。この時もしっかりと手を上に伸ばすイメージで体を棒のように伸ばしてみてください。肘はできるだけ耳よりも後ろ、耳よりも後ろに持ってくるイメージです。はい、OK です。では少し休憩を挟みます。はい、では次は腕を振っていきます。で、しっかりと手を前後に振るようなイメージで行っていきましょう。可能な方は足をつけていただいても大丈夫です。上半身だけでも構いません。しっかりとリズムをつかみながら腕を振っていきましょう。さ
さあこれが終わったら前半終了なのでもう少しです。頑張ってみてください。あと少し。はい、 OK です。でここで前半が終了になりますので少し体リラックスしていきましょう。もちろん跳ねながらでも OK です。さあここからが切り替え視点になりますので後半も頑張っていきましょう。後半は反対回りでトレーニングを行っていきます。まずは腕を振るところからスタートします。しっかり腕を振って行っていきましょう。はい、 OK です。では少し休憩します。可能な方は休憩中もしっかり上にバウンドするようにしてみてください。心拍数が少し上がるぐらいのイメージです。長い時間動き続けることによって脂肪が燃えます。はい、では次は手を上に伸ばしていきましょう。肘は耳の後ろです。疲れてくると肘が耳の前に出てくるのでしっかりと耳の後ろに持っていってください。はい、 OK です。では少し休憩します。いける方はバウンドしましょう。さあもう少しです、しっかりと頑張って上に跳ねるイメージで動きを続けてみてください。はい、では今度は頭の後ろに手を回します。しっかり胸を開いて肘を外に開くイメージです。疲れてきたら胸が閉じてしまうのでしっかりと肘を開きます。背筋は伸ばした状態です。胸閉じてきてませんか？しっかりと肘を外に広げて。はい、 OK です。さあラストスパートです。もう少しです。頑張っていきましょう。あと2セットですね。はい、では次は胸の前に手を組みます。この動きも胸の前から手が落ちないようにしっかりと胸の前に手をキープします。背筋を伸ばして行っていきましょう。あと少し。はい、 OK です。さあ休憩を入れたらラストです。次がラストの種目になります。最後はしっかりと上にバウンドする動きで締めていきましょう。はい、では行きましょう。しっかりとバウンドして、手は膝の上かボールの横に置いてみてください。さあこれがラストスパートです。頑張って。さあ最後までしっかりと脂肪を燃やす意識で行っていきましょう。
はい、OK です。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした、以上で、ね、バランスボールの有酸素レッスン、初級編は終了になります。ぜひとも、バランスボール家にあるという方は、毎日でも構いませんのでチャレンジしてみてください。では